ではタラニアエスコンフィールド1周年シリーズ特別企画桜吹雪花火ショーを開催いたします。花火といえば夏のイメージですが、今回は桜をテーマに花火を実施します。数々の桜に関する名曲に合わせた花火花照明映像とともにお送りします。そしてもうすでに準備皆さんもできてますね。ペンライトをお持ちの方はぜひピンクに合わせて、はい、ありがとうございます。一緒に彩っていきましょう。桜前線もこのタイミングに合わせたかのように北上してきました。先日18日に札幌では開花宣言がありましたね。本格的な花見シーズン到来の前に、このエスコンフィールド北海道に彩られる桜吹雪花火ショー、ぜひご堪能いただければと思います。まず最初の曲は、事前にファンの皆さんからご応募いただきました桜ソングナンバーワンに輝いたケツメイシの桜です。ファンの方からはなぜかほろっとする不思議な楽曲だったりですとか、青春時代の甘酸っぱい記憶、桜の季節には必ず思い出す桜ソングの中でも花火に合うアップテンポな曲といえばこれなど、たくさんのコメントをいただきました。散りゆく桜に思い出を重ねた素敵な桜ソングです。では始めてまいりましょう。ファイターズ桜吹雪花火ショー、曲はケツメイシ桜。桜吹雪花火ショー、
皆さんの胸には何が蘇ったでしょうか。明るくも切ない桜ソングの名曲ですよね。ケツメイシ、桜でした。さあ、続いてお送りするのは卒業を思い出すというコメントを多数いただいたナンバーです。春の別れを歌った名曲ですね。青春時代を思い出すという方も多いのではないでしょうか。今でも尊いあの時の記憶がこの曲とともによみがえります。そしてこの曲をきっと2006年に初めて侍ジャパンが世界一となった WBC を思い出すという方も多くいらっしゃいました。さまざまな思いと桜の風景が思い浮かぶ曲、お届けしましょう。生き物かか桜。
き物語桜でした。まっすぐな歌声が心に響いてきますよね。さあ最後の曲は特別ゲスト川口京子さんの生歌唱に合わせた桜吹雪花火ショーとなります。2003年に大ヒットした名曲桜を披露していただきます。それでは川口京子さんよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは、川口京子です。ファイターズカードの皆さん優勝おめでとうございます。これからも勝ち星が続いていくようにという思いを込めてこの曲を歌わせていただきます。聴いてください。
以上をもちまして、エスコンフィールド1周年シリーズ特別企画、桜吹雪花火ショーを終了いたします。これからの桜の季節、皆さんにとっても素敵な思い出がたくさんできますように、本日は遅くまで誠にありがとうございました。